上海自然博物館は中国の上海にある自然史の博物館。これは中国でも最大規模の自然史博物館である。以前の所在地である上海化商社府公益書この博物館は1956年から開設の準備が始まり、1963年に上海商布の公益書に曲がりする形で開館した。 江北の延安あず寺の河南南路との交差点近くにあった、この建物は1923年に建てられた古典的イギリス建築であり、1994年に上海市政府から文化遺産に認定された。しかし建物にすぐ隣接して延安高架路が建設されることになり、西安、長速をに4万平方メートルの専用施設が建設された。 博物館は2015年にこの新施設へ移転し、一般公開が再開された。この博物館のコレクションは24万点に上り、6万2千点の動物標本、13万5000点の植物標本、700点の石器時代の標本、1700点の鉱物標本がある。他、中国国外ではまず見られない貴重な標本もある。具体的には、 甲賀のマンモス、大型ユービメ、ジャイアントパンダ、ヨースコーアリゲーターなどがある。最大の展示物は、四川省で発掘された1億4000万年前の恐竜マメンチサウルスの骨格で4フロア分以上の高さがある。この博物館には2体のミイラといくつかの人間の灰の標本がある。ありがとうございます。